マリオシリーズルイージマンションシリーズルイージマンションルイージマンションは2001年9月14日にニンテンドーが発売したニンテンドーゲームキューブ用ソフト本作やニンテンドーの他のゲームに登場する建造物の名称でもあるキャッチコピーはマリオ兄さん今どこにニンテンドーゲームキューブ専用ソフト第一弾でローンチタイトルの一つとして本体と同時発売された マリオシリーズの登場キャラクターであるルイージを操作してお化けを吸い込む掃除機、オバキュームを使い、不気味な屋敷に住むお化けたちを吸い込んで退治しながら行方不明になったマリオを探していく。これまでのシリーズにおいて脇役だったルイージが初めて単独で主役となった作品でパッケージ裏や広告などでもそのことが大いに紹介された。 マリオシリーズのお化けといえば、テレサだが、本作には、テレサ以外にも様々なお化けが登場する。日本初のゲームソフトであるが、ゲームの舞台でもあるタイトルの、マンションは日本語で通常用いられる。和製英語の集合住宅としてのマンションではなく、英語などの原理の、豪邸、屋敷を指すものとして用いられている。本作以降、続編も制作され、 2013年にはルイージマンション2が、2019年にはルイージマンション3が発売された。本作は任天堂ゲームキューブ本体と同時発売であり、開発途中の映像もテレビ番組等で放映されていた。当初お化け屋敷の中という設定の中で動き回っていたのはマリオであったが、当時からルイージを起用したデモ画面も存在しており、 結局、ルイージバージョンが実用化された。本ソフトの 3D 対応版が開発されていたが、ゲームキューブの 3D 対応が見送られたことによって、お蔵入りになった。3D 対応は後述する、任天堂 t e ー 3DS 版で実装された。ある日、ルイージの元に届いた大きなお屋敷を、プレゼントという通知。ルイージは地図を頼りにその屋敷に行ったものの、 そこにあったのは想像していた豪華な屋敷とは似ても似つかない不気味なお化け屋敷だった。先に屋敷に入って行方不明となっていたマリオを探すため持参した懐中電灯と小山博士にもらったオバキュームゲームボーイホラーを頼りに屋敷の扉を開く。地上4階建てと地下1階の構造をしている。 ほとんどの部屋は施錠されており、すぐに入ることのできる場所は大抵暗く、お化けがいる。お化け大事などで、鍵が手に入るようになっているが、一部偽物のドアもあり、一度でも開けてしまうと壁との下敷きになり、体力が減る。ツタが絡みついたドアは、入ることができず触れると体力が減るが、条件を満たすとツタが消滅して、入れるようになる。至るところで、 セーブポイントの役割を担うキノピオがいるほか、ゲームボーイホラーでサーチすることで、エントランスに戻ることのできる鏡が設置されている。基本的に、ゲーム開始前の拠点のように登場し、今まで吸い込んだお化けの肖像画を閲覧できる、ギャラリーとオバキュームの操作をトレーニングできる訓練場がある。なお、トレーニング前の操作説明の画面でしばらく待つと、動物の森シリーズ等で使用されている。 結局ソングの一節が流れる。エンディングでは消滅したお化け屋敷に代わって本物の屋敷が建てられる。この時、ルイージがお化け屋敷で集めたお金の総額によって出来上がる家の大きさが違う。出来上がった家は写真に撮って大山研究所の展示室に飾られる。当然ながらお金が多いほど豪華で大きな家になっていくが、あまりにもお金が少ない場合、 お金不足で家が建てられずテントになる。出来上がる家は以下の通りで特に記述がない限り新・ルイージマンションへようこそ。というメッセージで締めくくる。2018年11月8日に任天堂が発売した任天堂 3DS 用ソフト。この項目では主に移植に伴う変更点、追加点を記述する。 ゲームキューブ版のメインモードと二人で遊ぶモードがある。ソフトが一本あれば、トレーニングとボスリトライが遊べ、ソフトが二本あればそれらに加えて、屋敷の全エリアの探索もできる。2P は、ルイージそっくりの姿で全身が緑色のグーイージを操作する。アミーボに対応しており、キャラクターによって異なる効果で、ルイージをサポートしてくれる。また、 ニューニンテンドー 3DS でプレイすると C スティックでの操作が追加される。ありがとうございます。